都光密鶴松都光密鶴松から1945年7月4日は日本の政治家、衆議院議員、弁護士、実業家、小田原急行鉄道創業者、星徹の側近、文後国生まれ、1879年、家督を相続岡山に出て、漢学塾において、養命学を治め、上京し、明治法律学校に入学。 大言人試験に合格し、大言人となる。その後、東京市会議員、衆議院議員を務めた後実業会に転身。小田原急行鉄道を創業した。1864年2月6日、文後国大分郡脇田村あざあのにて、都市光一松、新市夫妻のもとに生まれる。実家は農家であった。1875年、脇田村市の道場寺にて、 初等教育を受け始める。同時で、福沢諭吉の世界国人、西洋事情に触れる。1878年に卒業。13歳の時、父の市松が亡くなり、母の手に育てられた。実家の農業を継ぐとともに、中国古代の司書の勉強会への参加や、国史略、日本外史、十八史略などを独学で勉強した。 1881年1月、阿波のを去りに出の観光所塾に入門し、頭生学校の助教員になる。その後、武前久志園塾、田島製系所員、ビンゴ宇都宮達山塾で勉学に励む。状況。家が貧しかったため、おじの品吉に学習を補助してもらった。おじから学費など心配するな。俺が働いてお前は必ず学校を卒業させてやる。 と言われたという。1886年、明治法律学校に進学、翌1887年4月に大原人試験を受け合格をする。同年12月、神田猿学長に大原人事務所を開設。また、1889年には、大道団結運動に参加するなど、政治活動を、始め、翌1890年1月には、立憲自由党に入党し、 同9月には、東大田県代表東京支部幹事に就任する。自由党入党のきっかけは、苦学時代に民権運動の盛んだった五日市において、千葉拓三郎が校長をしていた、存立小学校官能学校教員を務めた、経験にあったと言われている。入党後は、星徹の強い影響を受けながら、政治家活動を行っていった。1896年2月、 深川区より立候補し、東京市会議員に当選する。市会議員として活躍し、1898年3月には、東京府大国より、第5回衆議院議員総選挙に出馬し、当選する。衆議院議員となり、同年6月には、県政党幹事に就任する。第6回総選挙で再選されたが、1900年3月に起きた東京市参次会収賄事件により、 周賄法除罪に問われた。この時に、星通るは、定身大臣を辞職する騒動となった。判決は1902年に確定した。1902年5月、議員資格が消滅となった。1899年9月、東京市外鉄道府設の出願に参画し、実業界に足を踏み入れ、1905年には、同社取締役に就任する。また、日で、 鉱山業を計画したことが縁で、絹川流域の開発に関心を持ち、1910年10月に、絹川水力電機を創立させ、社長に就任する。翌1911年には、京成電気機動会長、千代田ガス社長にも就任している。そして1923年、小田原急行鉄道を創立し、社長に就任。1927年に、 新宿駅を田原駅間を一気に開通させた。1940年には、これまでの功績が評価され、根珠法賞を受賞した。翌1941年、高齢や山東半島の金鉱開発事業失敗などを理由に、後藤慶太に小田急電鉄の社長の座を全上し、小田急電鉄社長等、すべての役職より引退した。1945年7月4日に、 世田谷区、北見の自宅で死去。多摩霊園に埋葬された。1955年9月16日、当時、小田急電鉄が営業を行っていた、向岡遊園内に、都市密鶴昌王の聖徳碑が混流され、1965年4月10日には、銅像が混流された。また、1956年3月には都市密が、教員として働いていた五日市にあった。 古民家が昇格案として、同園内に移築され、同年4月3日に完成、閉園まで蕎麦屋として営業された。息子は元、日本航空社長の利光松尾、娘は、学校法人大和学園生セシリアの創立者である、伊藤静江である。養子に、理工学一。ありがとうございます。